ザイロントことエーリック・コバルチックは、ポーランド・ワルシャワ出身の DJ、音楽プロデューサー。エレクトロハウス、ブロステップやドラムンベースを中心として作曲する。2011年5月16日にリリースされたチューズメ2で、ビトポートのダブステップチャートにおいて1位を記録。その後3ヶ月間、5位以内に止まった。また同年、ドラムベースアレーナアワードで、 ベストニューカマープロデューサーにノミネートされた。主な所属レーベルはオーディオポーンレコーズである。ザイレントは幼少期をポーランドのワルシャワで過ごし、1980年代の音楽、特にファンクとソウルに深く関わっていた。これは両親がプロのミュージシャンであったことに関連している。母は指揮者、バイオリニスト、ピアニストであり、父はドラマー、歌手だった。 8歳の時に楽曲制作を開始した。この時点で彼の曲はハウスやアシッドテクノがミックスされたものであり、後に作られるジャンルとは直接的につながっていない。1999年に購入したコンピレーションアルバムザ・フューチャー・グルーブ・エッセンシャル・ドラムへベースがきっかけでドラムンベースに興味を持った。2007年ドラムンベースのレコードレーベルである。 ラムレコーズと契約していたプロデューサー、シモンが新たにインディーズレイベルオーディオ・ポーンレコーズを立ち上げ、2011年にザイレントと独占契約を交わした。2015年4月、シュレンタファイという名の,の VST プラグインを紹介する動画を投稿した。この動画はエイプリルフールのジョークとして作成されたもので、プラグインは偽のものであった。 しかし動画内で使われた短い曲についての反響が大きかったため、これを完成させることが決まった。2016年1月、アルティメットとして発表された。ABCDE、p e p l e p i l l Zylon と Music Producer、Biography and Life, peopil.com2020 年2月21日閲覧。 imo records, the imo records blog news, ドラムベースアーティストドラムベースアレーナーズのミニーズザ imo records b l o g i m o r e c o r d s c o u k 2012年3月30日閲覧 .imo records, the imo records bloggo dubstep wax2 Keep an eye n in 2012ザ imo records blog. i m o r e c o o r d s c o u k 2012年3月30日閲覧。バリアス、ザ・フューチャー・グルーブ、エッセンシャル・ドラム・エル・ベース。ディスクックス2020年2月25日閲覧。ab、ザイロント。オーディオポーン・レコーズ2012年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年2月25日閲覧。シモン オーディオポーンレコーズ2020年2月28日閲覧ジェンキンスデイブザイロントニューイヤーニューサウンド UKF2020 年5月5日閲覧ありがとうございます